体系的にお話をされるじゃないですか。だから全体像がこれだ、ピーター・ドラッカーが言ってるのは7つだと。それぞれの部署のそのレベルが上がっていった、レベルが上がっていってそれぞれプロ意識が持てるようになって、僕がいろいろ言わなくてもほぼ社長室に座ってこう LINE をパチパチ打ってるぐらいで会社が経営できるようになった。最終的にどういうふうになったかっていうと、会社が毎月黒字ができるようになったと。このコロナ禍の中にあってもですね、黒字経営が続けていけてると。もうコロナ禍の前よりも最高益を上げてるんですよ。その従業員が辞めていくっていうのはもうなくなったですね。離職率はほぼゼロじゃないかなと思うんですね。これも初めから分かってれば、個人事業主の時から分かってれば、もっと成長は早かったんじゃないかなと思いますね。人材育成にしても、すべての基礎はドラッカーにあるっていうことを、まあ、2、3年勉強していくうちに僕分かってきたんですよね。一応僕もドラッカーの本を買ってですね、これ、読むんですけど、分からないんですよ。何を言ってるのかさっぱり分からない。まあ、これ、訳本ということもあるのかもしれませんけど、でもその他のドラッカーの本を読んでも、分からないわけですよ。経営のすべてをこう網羅しているっていうのは分かるんですけど、なかなかこの本が分からないっていう中で、村瀬先生に出会ったんですよね。で、そこで、やっぱり、村瀬先生のこの本ですね。この本に、出会いまして、この本を基本にした、やっぱ分かるようになったんですよね。ドラッカーの本いくつかこっちにありますけど、そういった本が取材してて分かるようになってきたんですよね。経営というのがどういうものなのかっていうのを理解して、で、従業員にも何が一番大事なのかと。お客様に必要とされるものづくりをすると。もっと言えば、売れるものを作ると。その売れる仕組みを作るのが、ドラッカーの言ってることじゃないかなと。それが、まあ、マーケティングっていうことじゃないかなと思いまして。まあ、それで、会社の業績がぐーっとこう、上がっていくようになって、従業員も辞めなくなった。要は、社長が何を考えているのかっていうことが、なかなかわからない状態で厳しくだけすると、やっぱり従業員っていうのは辞めていくんですよね。しかし、僕がやりたいのはこれだと。これ7つのことをやっていくんだと。いうことが明確化されて、それが従業員に浸透したことによって、だから従業員は、言われてることの答えがこれの中にあるので、それをもう一回学び直して、それを強制していくっていうことで、やっぱり従業員のこの伸びが、成長がやっぱ早くなった。その従業員の離職率が減ったっていうことですね。この2、3年でですね、ほとんど、その従業員が辞めていくっていうのはもうなくなったですね。離職率はほぼゼロじゃないかなと思うんですね。その、開発は開発、製造は製造、で、営業は営業、総務は総務っていう、それぞれの部署のそのレベルが上がっていった。レベルが上がっていって、それぞれプロ意識が持てるようになって、僕がいろいろ言わなくても、ほぼ社長室に座って、こう、LINE をパチパチ打ってるぐらいで、会社が経営できるんだ。最終的にどういうふうになったかっていうと、会社が毎月黒字ができるようになったと。このコロナ禍の中にあってもですね、黒字経営が続けていけてると。もう、コロナ禍の前よりも最高益を上げてるんですよ。だからそこが、やっぱり、決定的な違いですね。これも初めから分かってれば、個人事業主の時から分かってれば、もっと成長は早かったんじゃないかなと思いますね。だから、今から起業しようとする人、いう人にも絶対この本を読んでから銀行に行ってくれと思いますね。この本を読んで、経営計画書を作って、それで銀行から融資をいただいてやると。経営に困ってる人。で、やっぱり今ヒントはすべてこれにありましたね。コロナ禍にあってもその危機の状、いわゆる景気に左右されない、企業が出来上がるんだと思います。大体断片的なんですよね。こっちはこう言ってる、こっちはこう言ってるっていう。で、それが、先生の特徴はこう、この体系的にお話をされるじゃないですか。だから全体像がこれだ。ピーター・ドラッカーが言ってるのは7つだと。だからそこが先生のこの本に関しても、その体系的に従業員が理解できると。ピーター・ドラッカーが言わんとしてた、その言葉の後ろにあるスピリット、その霊的なものが伝わってくるっていうところが先生の決定的な違いじゃないかなと思います。なんかピーター・ドラッカーの霊が乗り移ったような人じゃないかなと思いますね。この経営計画書のですね、根本に、まず全社員でドラッカーを理解しようと。会社の根幹であり、そして従業員の教育の根幹にこう据えて起き出したのが3年ぐらい前ですかね。うん。で、それで本当にも毎日毎日、先生の本と、
本をこう単元ごとに切り抜いて、でそれをこう貼り付けて、毎朝です。毎朝、月曜日から金曜日まで学ぶようになってきたんですね。で、そうしていくと、経営というのがどういうものなのかっていうのを理解して、まあ分かってきたっていうか。今回は多くの企業で取り入れられ、イノベーションに成功し、成長路線を実現した実践できるドラッカー理論、人を生かす経営7つの原則について説明させていただきます。ドラッカー経営とは、ユニクロ、キヤノン、セブンイレブンをはじめ日本世界の成長企業が取り入れた実践できるイノベーションの最強理論です。しかし、ドラッカー経営を中小企業が取り入れるには問題点がありました。ドラッカーの書籍、理論があまりにも膨大で、なかなか理解、実践しにくいといったことだったんです。そこで、ドラッカーの最重要エッセンスを実践できる7つのコンセプトに集中し、中小企業から大企業までイノベーションを起こせるようにしたものが、この人を生かす経営7つの原則なんです。これは組織にイノベーションを起こす最強の人材育成理論、組織開発の理論です。優れた経営とは、優れた経営思考モデルを共有することで、卓越した組織は全社員さんが優れた経営思考モデルを共有しているため、正しい経営判断、意思決定をすることができるのです。今回は最強の経営思考モデル、ドラッカーが実践できる人を生かす経営7つの原則について解説していきます。第1の原則、マーケティング顧客思考の原則。経営で一番大切なのは顧客です。ドラッカーもマーケティングこそ経営の最重要目標であると言いました。この原則では、市場で差別化し、顧客価値を向上し、圧倒的に顧客に選ばれ続ける顧客志向の組織を作っていきます。第2の原則、イノベーション変革の原則。組織はイノベーションを起こしていかなければ生き残っていくことはできません。大変化の時代に対応し、業界の固定観念にとらわれず、新しいイノベーションを引き起こしていくことができる、新規事業を作ることができるようになる。これが第2の原則です。第3の原則、生産性成果志向の原則。ドラッカーは言います。成果を上げることは習慣である。それは知っているか知っていないかだけの違いである。この習慣は誰にでも身につけることができます。この成果志向の原則では、成果の上がる習慣を身につける、社員さんの生産性を何倍にも倍増させることができます。これが第3、成果志向の原則です。第4の原則、学習志向、学習する組織を作る原則。ドラッカーは言います。組織に優劣があるのではない、学んでいるか学んでいないかの違いだけである。組織は人でできています。人の成長こそ組織の成長です。経営者としていかに社員さんに自律的に学び、成長してもらう文化を作るか、これは組織の成長にとって非常に大切なことです。第4の学習する組織の原則では、社員さんが自律的に学び、教え合う組織、学習する組織を作っていきます。第5の原則、リーダーシップ確立の原則。リーダー以上になる組織はありません。リーダーの限界が組織の限界です。この原則では、社員さん一人一人にリーダーシップを確立し、高い目標を掲げ挑戦していただきます。変化に対応できるチェンジリーダーに進化し、高い目標を達成する挑戦的な起業家リーダーにも進化していただきます。第6の原則、ミッショナリー、使命確立の原則。強い組織は使命に導かれています。人は使命のためならば命まで投げ出す生き物だからです。この原則では、一人一人の社員さんにミッション、起業家としての使命に目覚め、圧倒的に高い成果にチャレンジしていただきます。雇われマインドではなく、起業家的なミッションからチャレンジする、起業家的な使命を持った社員さんに進化していただきます。第7の原則、マネジメント人を生かす原則。マネジメントは人のことである。経営の最重要目的は人を生かすことであるとドラッカーは言いました。この第7の原則では、人を生かし、人の強みを爆発させ、最強のチームを作り、最強の生産性を上げ、人を誇りあるものとする最強組織の作り方を学んでいただきます。これが第7の原則、1から6の原則の終着線、究極の原則、人を生かすマネジメントの原則です。いかがでしたでしょうか。これが大変化の時代、人を生かし、組織にイノベーションを起こし、成長路線にシフトすることのできるドラッカーが教えてくれる人を生かす経営7つの原則です。難解なドラッカーをシンプルな7つの原則に集約し、これ以上に実践しやすいドラッカーの理論はありません。組織の人を生かしたい、イノベーションを起こし、最大の成長路線にシフトされたいと考える経営者の方は、ぜひこの原則を社長から経営幹部、
そして部長、課長と導入されてみてください。ドラッカーは言います。変化の時代には変化を機会とせよ。それがチェンジリーダーになる秘訣である。変化を機会とし、組織に最大のイノベーションを起こせる、その手腕は経営者としてのあなたにかかっています。ドラッカーを導入され、ぜひ成長企業にシフトしませんか。ドラッカーの扉はあなたに開かれています。変化を機会とし、チェンジリーダーに進化し、今こそ経営に勝利しましょう。